速化軸の暗号通貨ニュースでございます今回はですね、ちょっとビットコインを中心として、アルトコインの出来高の方が持ち直してきましたので、そちらの方を最初にお話して、いつものようにコインゲッコのそれぞれチェックに向かいたいと思います。まずはね、ニューヨーク外為でも反映されてますけども、ビットコインが反発して、その寝ごろ感から ETF に資金が流入してきてるってことです。 でこのように記事が続いてますちょっとこっちの方の参考を出してみましょうかビットコインは反発したと一時期5.8ドル台を回復して寝頃間から過去2日間で ETF に4.38億ドルの純資金流入となったことがデータで示されたとこれちゃんと見てますねで破綻したマウントゴックスの債権者への弁済開始をきっかけとした資金流出で6月、えー、初旬から 暗号通貨市場は20%近く、下落していたってことですよね。これがあったから、最近思わしくなかったってことなんですけども、今、360兆円台に戻ってきたかなってことこです。まあ、私の設定する最低水準が370兆円なんで、まだまだね、序の口なんですけども、このまま370兆、380兆というふうに回復してくれば、まあ、元通り枕を高くして寝れるかなってことこですけども、まだまだね、 えもうちょっと戻ってきてほしいなってとこですさあそれではいつものように評価していきましょうコインゲッコ登録コイン数が増えて1 4880です、まあ、つまり今日も昨日もその前も ICO が成り立っているってことですよねじゃあどのコインが上場を果たしたのかそれは調べなければ分かりません、えー、そのぐらい日々少ないんですけどもね2個とか3個とか5個とか多い時で10個これは毎日何かが上場してます でですんでそこに囲つけた ICO ビジネスが未だにあって、一定額の人がそこに資金をまあ投げ打ってしまうっていうのもまあ仕方がないことかなと思います。で、今のところね、でもね、当たってるコインって別にないんですよね。うん、なんかその以前お話した GX チェーンみたいなね、暗号通貨があったりとかね、あのホワイトナイトみたいなのありましたけども、どうですかね、そういうの知らないでしょ。だからああいうのを ICO ですよって言ったら、みんな儲けさすことができるんですけどもね。 はい。ただ私にもね、事前情報が入っていても、ちょっとね、上場前のコインのことを私はお伝えするのは非常に抵抗がありますので、一人でこっそりやります。<laughs> はい。それで、新しく取引所がまたね、えー、使われるようになって、コインゲッ内では1,151になっています。で、時価総額が360兆円に迫る勢いだということですね。で、ビットコイン。はい。まだ1,000万円回復してませんけども、 まあ戻りつつあるかなとイーサリアムも50万円台まであと一歩ってところになりますね、まあ、この辺は見たまま値段を言うだけなんで、面白くもなんともないと思いますけども、も体も60円台に回復してきたよってことと、柴犬もまあまあ上がってきたかなってことです、まあ、大体すべての通貨が、まあ、一気にね、あの少しずつ上がってくるって感じですか、どれか特定の通貨が突出して上がるっていうのは、なかなか見ないんですよ、あとはどっかでそれが起きてるかもしれませんけども、ランキングの上位にはね、取り立て、そういうのはないですね。 うん、いわゆる草恋みたいなのがなんか10倍とか100倍ぐらいになることはあると思いますけどもそれがですねも0.0001円だったものが0.0001円になったみたいなあの10倍でも全然、ね、桁が少なくって相当数資金を流入しあのそこに突っ込まないと、まあ、恩恵が得れないっていうね、まあ、そんな倍率ってのはあると思いますけどもね、うん。やっぱり基本的には高い単価の アルトコインもしくはビットコインを高い単価で買うことによって高い利益が入れる。まあこれに尽きるわけですけども、それができれば苦労しないでしょうって話ですよね。はい。まあ今回はさらっと行きましょう。はい。以上です。